瀬浩一郎でした。ありがとうございました。バイバイ。 NU の話し合いアルファ。これ今ですね、これ今FM 花火の収録の最後で僕録音ボタン押してます。恐ろしいスピードできましたね、はい、もう連続です。ちょっと待ってくださいね、これで消したら大変ですから。今宇田さんが収録したもののデータを、はい、保存している間に僕のレコーダーが回っております。はい、もうこれ触らない、はい、怖い、怖い、はい、いやこれまさかのね、実は話しがいアルファね、2days 連続でアップしたんですよ。僕 2days も撮ってたんですよね、でもね、はい、思えば2回分あったんですよ年内に、うん、実は昨年1回撮ってたんですよ。それは撮ってたんですけど、いつやったっけ、12月のね、うん、中旬以降ぐらいで撮ってたやつがあったんやけど、はい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 、もう県民に向けてみたいなところでもう音楽に集中した方がええなと思って僕は上げてなかったんですよ。あ、はぁはぁはぁ、で、あ、そう、これあるやんと思って、はぁはぁ、で、4回目を上げて、うん、そう、あれね、4回目はね、ニューカラーのリハ終わったね、深夜3時半ぐらいに撮ってるんですよ。ニューカラーのリハ終わった、ニューカラーのワンマンのちょい前ぐらいに撮ってる。20何日に撮ってんちゃうかな。はぁ。で、もうね、宇田さんね、うん、何喋ってるか分かりませんみたいな状態ぐらい疲労困憊の回でした。いや、あれ、だって言うからっていつも夜中2時ぐらいまでやってるやつでしょ？そうです。リハを。リハ終わって。で、確かあの時もね、FM 花火の収録もしてんのよ、その後。あ、そうなんや。で、それ終わりで、俺が回したんよ、また。はい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 。で、宇田さんの声が、聞き取れんぐらいちっちゃくて、なんかもっと腹圧かけた方がええで、みたいな話をしてましたね。電池がやばい。電池が、はい、そうです。切れて、オフラインな感じでしたね。いや、もうすぐ僕はもうあれですね。まあ、なかなか活動限界が短くなってきた。あれ？来ました。あなた、エヴァンゲリオン見てる人でしたっけ？活動限界って言われたんですよ。この間なんか、あれって、中旬か、1月の、うん、あ、1月下旬やわ。片島大輔に、はい、あ、なんかトーク行ってましたね。トークの番組があって、うん、それに、まあ、県民ホール終わった後に、呼んでもらって、うん、で、行った時に、あれ結構時間が、こう、不定期って、なんていうんですか、な、決まってないの、見えないじゃないですか、尺が。これわーって、2時間ぐらいの予定が、うん、なんか4時間半ぐらいになって、それは、もう2時間の予定ではないよね。ないよね。うん。ずっと喋ってるんですけど、楽しかった、うん、ずっと喋ってたんやけど、うん、突然なんかみんなが明らかに分かるぐらい俺がもうが、うん、活動限界になったらしくて。あ、そうなん。もう半分寝てるみたいな急に顔がそれ放送されてるんやろ。されてる。ほんでもう宇田さん活動限界ですねみたいな書いてコメントがあったりみたいなのがあって、あ、もうそんなに違うんやと思って。もうだから突然来るみたいですね。夜中だから。夜中じゃないな。だから4時間半ぐらい喋るともう確実にダメっていうことですね。まあまあそれ普通やと思うけど。4時間半も喋ることないけどね。そうですよな。そうですやんな。もう語尾おかしいやん。そうですやんな。え、じゃあどこ出身？それ何弁？そうですやんな。どういうこと？その4時間半も喋ってリが尽きなかったってことは、もうやっぱりそこでも爆笑は、うん、の実力を発揮してきたから、ね、やっぱりそういうのじゃなくて、なんかこうどんな結構真面目な話が多かったんですけど。あ、そう。何の話したん？いや、やっぱ県民ホールの話が一番こう興味があるって。どんなこと言ってきた？どんなこと言ってきた？いや、まあ、県民ホールに向かう日々の、うん、出来事、それこそ、うん、YouTube の放送をずっと、あ、ライブをやりながら、うん、ジョーカー D さんとかニーヤンのお店でやらせてもらった時のこととか、はい、うん、まあそういうニーヤンもずっと見てくれてて、うん、自分の店に呼ぼうか呼ぶまいかみたいな、あの気持ちのこととか、うん、まあ緊急事態の話があって、うん、直前にね、開催直前にあった、うん、まあいろいろこのね話しますけども、うん、そういったこととか、あと当日のこと、終わった後のことみたいなのにこう分かれながら、ニーヤンの質問にこう答えながら、あとニーヤンもね、いろいろ感想を言ってくれて、はあ、
いやなんかすごいすごい褒めてくれてたよ NU のこと。へえ。いやもう すげえと思って、うん、もうあんなに多分泣きながらライブを見るのは後にも先にもお前らのあの一本だけやと思うっつって、うん、ティッシュ代請求させてくれって。ああ言うてた言うてた言いながら言うてたわ。いやもうなんか多分 NU の2人にはあの満員の県民ホールが見えてたんやろなとか、ああそんなステージやったっつって、もう完全に無観客じゃなくてもうお客さんがおるこの2人には見えてるっていうのが分かるようなステージやったっつって言ってくれて、すごいな。だからなんかこううん嬉しい時間やったんやけど、まあ、さすがに4時間はやっぱ限界だなっていう活動限界がね。そうですね、うん、その後暴走モードには入りませんでした大丈夫でした。暴走モードにはよ入れる体力もなかったですね多分ね。ファンツアー行った時には、活動限界超えた後に宇田さん暴走モード入るんですよもうそんなモードあったか俺に。暴走モードに入るともうそうなるともう誰も止められないんでうわーあ、そうそう。ああ、言うて。俺知らんけど、あれ。暴走モード入るんですよ。あれは止められないです。あれはもう誰も止められないんです。だから暴走モードって言うんです。ウィー、ウィー、ウィー、ウィーって、あの、エラーの音が鳴って。そうなんですか。はい。暴走モード入る。シンジ君、シンジ君って、ミサトさんが。シンジ君知ってる人はめっちゃおもろいんやろうけど。なるほどね。暴走モードね。いやその時は暴走モード入らなかったですか、ね、あじゃあよかったですね、暴走モード入るとね、うん、ウダンゲリオンはウダンゲリオンはあのおさわりが始まりますからうわーうわーうわー言うてあお前最悪やそ暴走モードっていうかおさわりモードもう周りにいる女性をもう触る触る青かワンタッチツータッチスリータッチ入りますからもうそうなると誰も俺でも止められへんからかワンタッチツータッチとかサッカーみたいな言い方してるけどパス見してるみたいな。もうウダンゲリオンはすごいですよその暴走モードはもうファンのこのお部屋でビールぶちまけたりしてしまいますから、ね、いやもうそれは暴走モードじゃないんですよ。それ活動限界なんで。うおー言うてからワンタッチツータッチの方なんで。ワンタッチツータッチいらんねん。もうファンタジスタやから。夜のファンタジスタやから。ノールックで行くから。すごいよね。もう。いやいや、やばい。違う違う、やばいやばい、そんな。横浜のロナウドっていう。横浜のメッシっていうもういろんなね通り名がついてますからもう宇田さんには最悪やんこれ前回のフィリピンバグこの2回聞いた人はもう絶対あかんやん。ただ俺嘘は1個も言うてない嘘は1つもない、全部真実を。いやワンタッチツータッチスリータッチとかそんなはもう作ってるでしょそこは。いやいやいや、そんなトントントンみたいな、それはもうトントントン、うん、もうトトン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 日野の2トンでもどんどん行きますから。おい変態バンドやろ違うよ変態バンドじゃないよ、あのすごくいい歌を歌っているメンバーに一人変態がおるっていう変態バンドではないよ、俺巻き込まんといてや、俺を巻き込んでなんかバンドとしてやってるみたいにやめてや。フィリピンパブ行くわ、行ってないもん俺。ワンタッチスリだぜ、伝わってないもん俺俺、庭瀬はないよ、それ。そこは。だから変態バンドではないよ。NH じゃん、これ。NH?NH。どうも、NH の庭瀬と、変態です。いいね。宇田さん、いいよ。いい、最悪よ、いいゴール決めたね、今。びっくりするわ。いやいやいや。いや、これ俺決めてるから、嘘で面白くするのは、もう絶対あかんことやと思ってるから、それはもうお笑い警察。お笑いサッカーのレッドカードやから、一発レッドやから。
お笑いサッカーではそれ一発レッドやから嘘は絶対あかん。いや嘘ってそのなんかデフォルメしてるところがあるんちゃうかなと思うんですけどね。それは演出それは演出だ。でも俺ハンドはしてないからボール触ってないから、うん、いやしんど活動限界や。やばい。暴走モード入る。やばいやばい。ダメですよ、宇田さん。今はもう夜の街関連も全部閉まってますからね。そうそう、あげません、あげません。いやいや、もう、ほんとそういうね。お困りやと思いますけど。いや、あげません、あげません。もう、ね、そういうお酒とかもね、なかなかお店にとっては大変ですけど、やっぱ今はね、ダメです、ダメです。ね。ちゃんと、まっすぐ帰って。まっすぐ帰るんですよ。聞いてますか皆さん。お前自分自身に言うとるやろ。聞いてますか皆さん。ちゃうわ。自分自身に問いかけてる。いやー、ね、これ話しがいアルファね。やっぱね、何の足しにもならん話がいっちゃおもろいわ。いっちゃおもろい。いやほんまそうやね。何にもない。何の足しにもならん。そうやな。それがいいわ。俺今も。寝るときずーっと YouTube でやっぱラジオ聞いてんのね。あ、はいはい、で、まあ、ここ最近もう一回原点に戻ろうと思って、うんうん、あのクリームシチューのオールナイトニッポン全部聞いてんのよ。うわ、残ってんねや、あれも。全158回かな。うわ、2周したな。うわっす2周した、1回目から。すごいな。で、今もう一回バナナマンにも戻ってて、バナナマンのもうあのジャンクって TBS の方やねんけど、それはもう今も毎週やってらっしゃいますから。で、僕は YouTube で聞いてるんですけど。すごいなぁ。いやー、やっぱね、本当にトークって無限の可能性を秘めてるなぁと思って。なんか、なんやろ、こんなにも心が軽くなるものってあるんかなぁと思って。寝る前に聞いて。寝る前に聞いて。もう、はいはい、リラックスタイムやな。なんかやっぱなんか いろいろあるやん、やっぱ日々、うん、ね、ケミ終わって NA の活動はちょっとね、できてませんけど、まあね、表だったところはね、実は、うん、水面下ではね、いろいろとね、うん、動いてますけど、そうですね、うん、まあ館内ホールもあるし、アコフェスもあるし、うん、ね、動いてますけど、そんな中でこうなんだかなみたいなことは当然あるわけやんか。まあね、テレビつけりゃコロナコロナやしな、うん、うん、はいはい、そんな中でやっぱ寝る前に何がいいってやっぱね、面白いトークを聞くっていうのは本当にぐっすり寝る。本当にそうですね。だから宇田さんのさっきの、うん、どうもにわさです変態ですって言ってくれたあれはね、あれキャプテン翼で言うならヒューガ君のタイガーショットやから。何やそれ。もうゴールネット突き破るシュートもあるよぐらいの威力あったから、これは聞きながら、まあ、あの、安眠できると思うよ、みんな。見てくれ、聞いてくれる人は。まあ、安眠できるなら、いいかな。うん。それで。そう。それが一番。だって、嘘は一つもないわけやんか、俺らのトークに。まあ、ちょっとそれは、どうやろうな。まあ、そうだな。嘘はないよ。神に誓えるよね。ないのかな。ないよね。うん。だから、スリータッチ、フォータッチで。いや、増えとるやん。4出てこんかった、今。初登場やん、4。初めて聞いたわ、4、今。僕、ちょっと思ってることあるんですけど、なんすか2月18日に僕ね、まあ、毎年、ソロワンマンさせてもらってて。ああ、そうそう、今年もね。でね、ミントホール、今年も撮ってくれてんのよ。もうね、にわせの日になってるんだから。そう、もうにわせの日なのよ。うん、もうまあ、大サイト時代からね。はいはいはい、もう本当に、いや、宮津さん、俺、実はさ、やめようと思ってたんよ。あ、今年もう緊急事態宣言が、まあ解けると思ってたけど、お客さん入れてできへん中で、で、入れてもいいけど、その、なんか、行きたいけど行かれへんとか、いろんな、もう、ケンミホルトの時と同じよ、思ったことは。か、もう、で、配信だけでやる、うん、俺 NU でやるなら意味があると思ってたんやけど、うん、俺のソロを配信だけでやるね、うん、わざわざ会場もお借りしてね、うん、
ちょっとなと思ってたら、実はミントールの長瀬さんから、ニオさん実はって、俺一部二部制で毎年やっててさ、はいはい、一部は一人でやって、はいはい、二部はあの大輔さん、タカリン、住釜くんがサポートしてくれるっていうので、はいはいはい、二部でわざわざ二部制にしてやってたのよ。うん、そしたらニオさんこれ内緒にしといてほしいんですけどって今ここでも話してまうけど。あ、そうなん、いいのかいな。大丈夫大丈夫。実はって、あのまだメンバーさんに言ってないですよねってやるかやらないかって。実はそのメンバーさんから問い合わせ来てるんですよって。庭瀬は18日、ミントホール抑えてますかって。そっちに聞きに行ってんねや。俺に聞かへんのよ、気使って。すご。すごくない？で、マジっすかと。いや、実はって、それも1月の県民終わって直後ぐらいやと思うわ。俺まだ悩んでたから、その時。たら、いや、実はこういう連絡が来てて、で、ニアさんどうしますって。で、いや、長瀬さん、やっぱり、その、この状況の中で、NU でやるんやったら、あの、やるんですけどって、ニアさんのソロでわざわざっていうのも、まあ、県民のためにソロもやってたっていうことも知ってるから、長瀬さんは。いや、わかりますよ、わかるんですけどって。いや、私は店の、店長として、ニアスさんがやってくれるなら嬉しいですって言ってくれて、まあ、でメンバー皆さんも同じ気持ちで問い合わせ来てますよと。あ、そうなんや。それに俺背中押されて押してくれたんやけど、いやもうナアスさんそんな言ってくれるんやったらもう俺やりますわって。だってさ、配信で、俺やるんならもう一部で一人も やらな、なんか自分に貸すものとしては、なんか嫌やなと思って、で一部一人で昼やるんやけど、配信のみやでに土平日のお昼2時からやるわけよ。平日やもんな。そうで夜はまあメンバー来てくれてやってでやるんやけど、なんとその後に NU ファンクラブのイベントもやっていただけるんでしょ。はいはいはい、やりますよ。もうその日にね、本当はちょっとなんかこう別の日にでも、という案もあったんですけど、ね、同じ、せっかくやるなら当日、そういうのができるならという話になり、だからミントホール全面協力ですよ。そうそう、ミントホールさんに確認してねもらったところ、それも快諾。いやもう快諾ですよ。やりましょうやりましょうっつってね、ありがたい話で。それだからその日にまあね、ニワセワンデーですよ、だから。完全に。いや、それラジオで使う言葉やん。ワンデーって。ニワセワンデー、もう皆さんだから。まあ、どれもね、あの、平日の中やけど、どれもまあ、アーカイブも残るような、はいはいはい。形をとってるから、逆にそれはね、去年までとは違うというか。あ、まあ確かに、ね。リアルタイムじゃなくても。そうか。見てもらえるものが、まあ、3つ、3部構成というかね。はい。ライブ、イベントと、まあ、夜のねファンクラブイベントはまあ、宇田さんもおるし、たかりもいて、で夜やし、見てくれる人割といるねかもしれないし、あ、そうね、まあ、それでもまあ俺未だに自分の誕生日をなんか祝っていただけるっていうのは、なんかありがたいような申し訳ないような恐縮ですっていう感じにやっぱなるんやけど、ね、本人にしてみたらその気持ちやろな。やけど、まあ、こんなご時世だからこそやけど、なんか何か繋がれることが生まれるとね。まあまあね。多分喜んでもらえるやろし、そういう日にを作りたいなってタカリンと話してたので。ありがたい話です。どうせやったら当日、ね。やりましょう。夜はね、まあ、見に来てくれる人いるんやろなと思ってるんですけど、僕昼の、昼ね。昼の一人でやるやつって、視聴者数出るんよ、自分の本人アカウントやったら、はいはい、有料でも、はいはい、2とかちゃうかな。いや普通無理やん、昼の2時からなんかさ。いやいや、そこはもうそうでしょ。そこはもうちょっとあのテープでこう貼って見えへんようにしてた。見えへん、そうやな、でも逆に、もう俺1人でも2人でも、なんかもう何やろ、もう双方向みたいな感覚でもうなんかやれたらなと思うんやけど、なんかでも
いいんじゃないですか、そのね、配信って。まあアーカイブもな、あるしな。そう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 、それこそ、うん、だからあれやで、あのライブ終わった直後に今日の曲はこれ歌いましたとかあんま書かんと。なんで、ね、ネタバレするから。直後はみんなこうアーカイブを見てこうね、あ、そうなん、どんな歌歌うんだろうって思ってもらいながらこう、ね、あ、そうなんや、見てもらった方がいいんじゃないですかね。さすがやっぱり2日間ぐらいはね次の日も平日ですからなかなかすぐ見れるっていう人は、まあ、2部全部見れる人はなかなかいない。なるほどなるほど、長いからな、土日まで待っていただいて、ね、なるほどなるほど、はい、なるほどね、その後に、まあ、週明けぐらいに曲をこう、あ、なるほど、発表してもらう、発表、なるほどね。いや僕基本的にそのなんかセットリスト、あ、俺伝えてるな、ん、終わった後に、うん、あのメッセージ送れるから、うんうん、その購入してくれた方にはメールで今日のセットリストこうでしたみたいな。でも俺がソロやるときって、うん、気持ちよくなってきたら、うん、もうバラード5、6曲連続でとかやってまうのよ。誰かメモっとかな、あ、じゃあ見ればいいんか、自分でアーカイブを。でもわけわからんくて、もうセットリスト送られへんなって思って、この間も、あ、まあ、自分で、まあでも見てくれたらいいかと思って。俺のメッセージだけ。絶対そう、買ってくれてる人は絶対見てくれると思うんですよ、いつかは。そうやな。うん。でもそのワクワクというかね、リアル、少しでもリアルタイムに感じてもらえるアーカイブになるといいよね。ああ、そうやな。それはそうやな。うん。そうね。まあちょっとなんかその夜、まあ一部二部は一生懸命歌ってきますんで。はい。その夜何やってくれんの？夜はね、ちょっとね、あんま、まあこのご時世っていうのもあるから、うん、ちょっと例年ほど、あの、うん、なんて言ったらいいかな、イエーイ乾杯おめでとうみたいなのはちょっとないと、そこはなかなか難しいところはあると思うんですけど、何しだから、じゃあ本当に庭瀬浩一郎くんを祝う会なんでくんつけんのお前そんな、お前フルネームで言うた後にくんつけたの20この20年で初めてやろ。何やねん庭瀬浩一郎くんを、俺なんか立候補した人みたいバンザーイバンザーイっていう何、どんなことしてくれんの。いや、なんかちょっと触りだけでも教えといてよ。だからまあもちろん、うん、会話コミュニケーション取れるようにしたいなと、こう、あ、それは見てくれる人と、うん、誕生日当日の庭瀬浩一郎がこうやり取りをするような、うん、そういう時間もありつつ誕生日のその当日のね気持ちだったり、まあ、質問だったりちょっと待って、そんなん知りたいか。いや、だってせっかくつながるんなら、そんな、それこそ今までなかったというか、今までのファンクラブイベントは、うん、どっちかとこう一方通行というか、用意したものを見てもらう、あ、確かに確かに、楽しんでもらって、うん、で、まあおめでとうとか、うん、そういう拍手や声援をもらってるような、はい、まあイベントです。なるほどね。今度はそのやり取りをこの、なんちゅうの、配信だからこそ、うん、まあそうか、別にそこでチャットのコメントに書きづらい人もなんか何かしらにメール送ってもらってリアルタイムで見たりとかできるってことね、うん、あ、まあそうですね、それもいただいても、ね、NU のそのね、インフォの方のメールアドレスにいただいてもいいですし、ここで一個重要なのは、うん、そこまで俺に興味ないぞあ、ほっか、いやいやいや、俺結構自覚してんねん、そこは。そんなことないですよ、その当日に何を思うとか、まあ、どんなこととかさ、いや、たそれ宇田さんのバースデーの時やったらそれは成立すると思う。なんでまた聞きたいって、いや、なんか、うん、なんやろ誕生日オブラーティー深夜やかオブラーティーってなんやろ、オブラーとかへのファンタジスタでもあるやんからなんかこう聞きたいって思うそう、興味が湧く。あの、俺忘れられへんのが、うん、タカリンがだいぶ NU のことやってくれたぐらいの期間で、ね、うん、俺タカリンとやっぱソロで俺サポートずっとしてもらってるから、うん、2人の時多いんよタカリンが、はいはい、でタカリンがふっと、うん、だいぶ経ってからやで、うん、NU やって、うんうん、いや、ちょっと正直うーちゃんは何考えてるかわからんわこれマジやで。これマジ。すごいな。俺、しかも、タカリンだけじゃなくて、うんうん、割と言われんのよ。はい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 。それ、
ニワセは、でも俺多分さ、なんか全部言うてまうから、それはなんか悪い、口悪いことも言うてまうやん。そう、まあ思ってることやったら、こう、気使わずに。言うた方が、後々お互いのためやと思うから、言うやけど、オブラーティ深夜やから、わからへんやん。そのオブラートで。そのほんまのとこどうなんって、いうのが分からへんねんて。あから、もう俺それ聞かれる人全員に言うんやけど、うん、あのままって。うちの宇田信也くんは、あのままですで。あのままのいい人ですって全部伝えていってんねんけど、いや、だからこそ、聞きたいとか、え、ほんまはどうなんて、ファンのみんなも、興味あると思うのよ。そこんとこどうなんて。でも俺の場合、割と俺、アホほど発信してると思うねん。まあまあね。もうツイッター、そう、SNS でもブログでも結構シンクった話もしてまうし、うん、俺ファンクラブサイトのブログなんか結構シンクったことずっと書いてると思うやんか。うん、え、見てないよね。今、うんって言ったけど、読んだことないよね。はい、はい、はい、つって。いやいやいや、うはい、おしゃべり警察。何ですか、え、何ですか、はい、はい、ちょっといいですか、ちょっといいですか、いやいや、読んだことないですよね。何ですか今、ニワセのブログ、読んだことある程度今、相槌打ちましたけど、読んだこと。そんな風に聞こえました、え、うん、あるかないかで言うとあるかないかって言ったら、うん、まあ、あるって言ったら嘘になるね。12時18分逮捕。虚偽罪。おしゃべり警察。虚偽罪で逮捕です。禁錮6ヶ月。6ヶ月もですか実刑です。実刑です。執行猶予つけろや。執行猶予つけないです。つけろや。もう、常習なんで。常習なんで。つけろや。公正の余地なしとみなして。実刑です。やめてください。やめてください、それ。いや、そうなんや。俺結構、その、ファンクラブの方の、ブログはさらに結構シンクって書いてるから結構全部書いてると思うのよ。そうそう、確かにそういっぱい発信っていう意味ではニワセさんはよくされてそうですもんね。宇田さんだって SNS もおはもとかしか俺見たことないしブログも全く書かへんやん。ブログもないですね。県民ホール終わった後ですら書いてないでしょ。あそこだけは。書いたん？うん。書いて。書いたんや。うん。書きましたよね。あの、ファンクラブのね、サイトの方で。ああ、うん。じゃあ、一般の方のブログは書いてないな。そっちは全然ですね。なあ。だからこそ興味湧くけど、もう俺全部出てるで。でも、それでも、いや、それはもちろん全部ね、うん、それを見てくれてると思うんですけど、うん、その、ファンクラブのその、イベントに参加してくれたりする人はね、うん、おそらくね。その上でもやっぱり参加してくれるっていうことは、うん、やっぱ当日の二瀬浩一郎の姿だったりその言葉だったりみたいなものとつながれたらっていう思ってくれてる人がいる。いやもう全員抱きしめてトゥナイトやな。テテ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 足バー上げるで。テレ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 悩み事は隠すの案外ネタだね。懐かしい。そうだね。そんな時間にしたいし、まあタカリンともいろいろ話しながらもうちょっと詰めていって、うん、内容もね、作りたいと思ってるんですけど、ちょっとタカリンからもそういう、いくつか面白そうなね。そうなんや。企画をもらっててね、それちょっとぜひやりたいなとか。ちょっと楽しみになってきたな。俺、いや、何やんねやろうと思って配信やしさ。まあね。しかも有料やん、今回。ファンクラブのイベントとはいえ。今回ね。初めてでしょ？初めて有料のイベントをやらせてもらうんですよね。そんなんだ。オンラインで。で、俺、その数字は持ってないで。数字は持ってないな。ほんまに。いや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 、そこにはせかんむりにみこし担がれてもその数字はご迷惑かけると思うよと思いながら、もうまあそれはね、だからそこでまあね、金額を有料にさせていただきましたけれども、うん、それはもうちょっとたかりにね、ちょっと、うん、たかりにちょっともらってもらえたらっていうぐらいの、ああなるほどね、もうそこはもう、はいはいはい、ぐらいで僕らは
別にそれでどうっていうことはないんですけど、ないですけど、ただね、はい、お客さんからしたら払うもん払うわけですから、まあ、だからそれ、まあね、ちょっとね、そこでもまあ、あの今後のファンクラブイベントを模索いろいろねしてるけれども、うん、まあ、その中で2021年の1回目のイベントということで、まあ、しかもそれが庭瀬の誕生日やから、すごいな。ちょっとこれを機にね、これだってな、うん、俺1部4000円2部4000円でやらしてもらうのよ今年。お、実はもう値段上げたの。はい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 。でそれ、それはもう、ま、ぶっちゃけできないわけよ。あ、ミントホール借りるから。あ、まあな。でもう申し訳ないんやけど上げさせてもらったのね。うーん、で夜のファンクラブイベントも有料なわけやん。そうですね、これ全部見てもうたら1万円かかんのよ。そういうことか。そう。だもう、もう、多大な、ワンデーになってしまうわけよ。いや、キリがいいですね、でもね。1万って。いや、すげえな。すげえな。お金に関しての発言は俺より、俺よりすげえわ。俺は、お金の時はオブラートに言わせになるわ。なんか申し訳なくて。すんませんって思ってまうから。お金の時はオブラートが取れるわ。オブラートになるけど、お金の時だけは行くねえ。マネードリブラーやね。いやいやいや、サッカー関係ない。5人抜きぐらいしてるやん。憧れるわ。そのドリブラースタイル。南米スタイルに。南米か。かっこええなぁ。いやいや、なんかそういうね。キリがいいですね。まさかそんなセリフ返ってくると思わんかったわ。いやいや、まあ、ね、そういう気になりますか。おそらく、参加してくれる皆さんは、うん、なんか、それがいわゆる、なんか、庭瀬バースデーへの、プレゼント的な。プレゼント的な思いで、多分、まあ、そんな、俺、全員抱きしめてとないとよ。てれっ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 てれ。悩み事を隠すの。もう、庭瀬ビンビン物語やん。ちょっと待って、これ最低な回じゃん、これ。やっぱ変態バンドやったやっぱ変態バンドやわ。いや、だって、ちょっと待ってよ。だから、あれ、教師ビンビン物語のテーマソングなんやもん。いや、教師ビンビンわかんねんけど、庭瀬がついたらやっぱ庭瀬ビンビンがやっぱり、完全に変わってくるから。あのビンビンは、教師ビンビンはあれ、ひらがなやったぞ、ひらがなビンビンやで。庭瀬ビンビンはもう完全カタカナになってる。これ最低な放送やな。ほんとただの変態バンドです。庭瀬ビンビン物語。いや、それはもうそうやけど。そりゃそうやけど。そうやけど認めんだよね。NU の肉食系の方やからな。そりゃ。そりゃそうやけど。NU のエロい方やからな。そうですね。うん。まあ、そう、間違ってないね。間違ってないけど。カタカナのビンビンって言われたら、そんな光栄な、そんな光栄です、なこと言ってくれますか。悪くないね。ちょっとさ、ファンクラブイベントでもない。ファンクラブイベントのタイトルにニョロつけてやる。ニョロつけて、庭瀬ビンビン物語ったり、ニョロって。悪くないね。それが NU のあの、ライブページに載っててほしいわ。すごいね。それで、参加する人が増えるかもしれない。何を流すんだろう、どんな映像が流れるんだと。よっぽどのものが出るんだろうと。大丈夫か YouTube にアップして。YouTube って動画アップロードするとき、あなたの動画は子供向けですかって絶対聞かれる。あれいい絵にするんやけど、毎回こんなん絶対あかんやろ。これはあかんわ。あかんあかん。 R 指定入るわ。これは絶対 R15 指定ですね。いやいや、楽しくなりそうです。いやもうしんどっ。しんどくなってきた。限界になってきたろ。限界。え、今の最後のなんか、ビンビンカタカナっていうのが、もうめちゃ、すげえな今日。ハットトリック決めてるやん。まさか庭瀬ビンビンって言うと思ってなかったわ。いやー、うん、だってあれ、教師ビンビン物語やん。いやー、びっくりしましたね。知らん子いっぱいおるで、これ。聞いてる子で。
あ、そうなんやな、トシちゃんね。だって俺らより10下やったらもう知らんと思うで。ってことは今の30代前半は知らんで、うんうん、あ、結構じゃあ知らない人も多いやろな。そう、30代前半の人は、まあ、結構いるんちゃう、うん、多分10代でこれ聞いてる人おらんと思うねんな。うん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 、まあね、これコメント欲しいな、10代で聞いてる子おったら。何のこっちゃわからないですみたいなね。全然、そういう、あなたたちは何が面白いんですかって言われるやろうな。そうかそうか、あ、ギャップがありますけれどもね。そうですね、これ今回最長かも、話しがいアルファ。あらら、もう35分いってます。おい、すごいね。いやこんな時間まで。もうね、真冬の雪降った、うん、雪はちらついたんやけど、今日8時半ぐらいにの横浜で車の中で、でエンジンもかけず、に暖房もなく、まあ足先冷たーなってきたね。てるんよ。あんなあったかかったのに。でも心はホットやな。これが眠れる？これはまた安眠の安眠剤じゃないですか、これ。安眠剤に一つに入りましたかね。うん、なんかある意味俺らの音楽聴いてもらうより寝れると思うで。うん、まあそうですね。こんなご時世やし。貸し借りの貸し借りの曲ってさ、聴いてると寝れへんやん。俺そうやねん。聞く方もある程度ね。そう。力がいるというか。そう。だから、歌詞ありの曲は、なんかそういう寝る前とかには向いてないと思う。インストとかの方がいいから。そう考えると、喋りって、アホやな、こいつらって思いながら、アハハハっていう、これ最高です。好きなタイミングで寝て入ってね。そうですね、はい、はい、じゃあこれぐらいにこれぐらいにしときますか。ありがとうございます。大丈夫ですか。笑いすぎました。本当に4点目決めに行かなくて大丈夫ですか、うん、今日3点決めてますけど。もう今日ね MVP ですよ。そんなに決まってましたか。うん、もう、いやいや、あの最後面白かったですね。お立ち台ですから、インタビューありますから。今日ハットトリックを決めた宇田信也さんにインタビューしたいと思います。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。今日何点目のゴールが一番印象的ですか。そうですね、やっぱり1点目のまずね、先制点、はい、そこはやっぱりどんな試合でもそうですけど、はい、やっぱり良かったですね。いや、華麗なゴールでしたね、1点目も、はい、変態のところですね。変態のところすごかったですね、はい、うん、あのゴールネット突き破ってましたね。ヒューガ君のタイガーショットの再来というね。そうでしたね。素晴らしいゴールでした。あの時はだから NU の、変態ね、変態を担当し、え、ニワセと変態ということで、変態バードじゃないんだよっていうところで、はい、やっぱりあそこで1点目、はい、決めましたね。いや、見事なゴールでした。もう一つ挙げるとするならば3点目、はい、ですね。あそこはやっぱ教師ビンビン物語から始まって、はい、ニワセビンビン物語になってですね、はい、でまあ、絶好のセンタリング上がってましたよ ね、はい、やっぱりどっちも変態やんと変態バンドやん、はい、っていうところの3点目ね、はい、そこはやっぱり気持ちよかったですね。あの、うん、3点目はあれでしたよ、うん、ビンビンカタカナやんあれが3点目ですよ。それはあのどっちも変態やんっていうボレーシュートはポストに弾かれたんですよ、うん、でポストに弾かれて帰ってきたところをニワセビンビン物語のビンビンはひらがなじゃなくてカタカナやんっていうのでオーバーヘッドでそのポストに当たって跳ね返ったボールをあの宇田さん一人で走っていってシュートバーに当てて帰ってきたのをノートラップでオーバーヘッドで決めてましたから、あれはもうキーパー反応できてなかったです。あれも本当にキャプテン翼の世界でしたね。あ、すごいですね。見事な、本当に、世界レベルのプレーを見せていただいて、もう、スタジアム沸いてました。いやー、今日見事な、ハットトリックを決めていただいた、宇田信也さんでした。どうもありがとうございました。何の話。もう、39分やってる。もう本当にお付き合いありがとうだ本当に。はい、またやります。はいはい。